どうも、ゲノムです。今日はこんな、土曜日の朝なんですけど、寝起きで撮影していきたいと思います。僕、顔がむくみやすくて、結構腫れてるんですけど、許してくださいということで、もう僕は今、大学院修士課程の1年生をやってるんですけども、修士課程っていうのは、大学4年間行った後にさらに研究をしたい人が2年間行くものなんですけど、まあそれには実はさらに上があって、それがタイトルにもある通り博士課程っていうものなんですけども、さらに3年間研究するんですよ。で、研究室の同期は、まあ、現在就職のために就職活動してる中、僕は博士課程に行くことを決めたんで、就職活動はせずにずっと研究してるんですけども、博士課程に進学する理由を今日はお伝えしようと思ってます。お伝えするっていうか、もうただの独り言だと思って聞いてくれればよくて、こういう話するとね、空気がちょっと重くなっちゃって、もうちょっと話しづらいんですけども、でも誰かに話したいっていう気持ちもあってね、まあこう YouTube に上げさせていただくっていう感じです。すいません。まあそもそも僕っていうのは高校3年生の時、志望校を決めるってなった時にお医者さんを目指そうとしてた時期がありまして、なんでお医者さんになりたかったかっていうと、当時僕のいた時間っていう俳優の三浦春馬くんが演じる男性が ALS になる、まあ、ALS っていうのは神経の遺伝子変が原因、諸説あるんですけども、で筋肉が萎縮してしまって寝たきりの、人工呼吸器の生活になってしまうっていう話なんですけども、それにものすごく心が痛んでですね。まあ、あとは僕のある大切な人も遺伝病っていうのを患ってて、まあ、それは死に至るほどではないんですけども、それに悩んでる人が身近にいてですね。そういう理由があって、研究、まあ、外科医とか、実際メスとか持つんじゃなくて、研究医っていうのになりたかったんですけども、まあ、研究医になるってなると、その地方の医学科とかじゃあんまりなりづらくて、国公立の医学科に行かないと厳しいよって、まあ当時高校の先生に言われてですね。僕の実家は母子家庭で、まあ、お金もあんまりなくて、浪人はできないと分かってたんで、それで医学部辞めて、現在の大学を目指して今一生懸命勉強して大学に受かったわけなんですけども、そしたら大学4年生、まあ話飛ぶんですけど、大学4年生の研究室配属の時に、医学部ではないんですけども、遺伝子を操作する研究テーマを扱ってる研究室に偶然出会いまして、そんな研究室あるなって自分の学部のホームページに何も書いてなかったんでびっくりしたんですけども、まあ迷わずその研究室を選んで、現在はそこの研究室で研究を始めて、まあ、4年生と修士1年とが終わろうとしてるんで、まあ、2年間経とうとしてます。一度はその夢を諦めたのに、またその研究に出会えたってことは、もう自分その研究をやれと、まあ、神様が言ってるんじゃないかなと思ってですね、まあ、結構僕運命を感じやすい体質なんですけども、で就職してしまったらもうこの研究できなくなっちゃうなと思って博士課程に進もうと決めました。でそれでさっきも言ったんですけども、実家は母子家庭で、まあ、もちろん奨学金とか借りてるんですけども、それでもやっぱりお金があんまりなくてですね、博士課程に行ったら研究とか勉強の時間を増やしたいのでアルバイトができなくなってしまうと思うんですよ。で今は平日の朝研究室の前に2時間スーパーでバイトして、週末と日もどっちかとかまたは両方6時間ぐらいバイトしてって感じで、月5、6万ぐらいの収入と月5万の奨学金合わせて10万くらいですかね。そっから家賃とかいろいろ光熱費とか水道代食費とか払って、まああんまりお金が残らない状態なんですけども、博士課程に進むと
さらに厳しい状況になると思ってます。いやいや、10万円もあれば贅沢しなきゃ生活できるだろうっていう意見もあると思うんですけど、それはまあ事実で、実際今も生活してるわけなんですけども、やっぱり年頃の大学生ですから、まあ、大学生じゃなくてもそうだと思うんですけど、旅行くらいは行きたいなと思うわけで、まあちょっと服とか欲しかったりするんですよ。まあすいませんと。で、今は実家に帰ることすらもまんならなくて、まあ年に一回帰るか帰らないか感じですね。なんせ飛行機が帰るのに絶対、僕札幌出身なんですけど、海を渡るので飛行機使わなきゃいけなくて、まあ、それが高い。年末年始の休みがあってもやっぱり高いので、お盆休みとかも、特に札幌とかになる観光地なんで、めちゃくちゃ高いんですよね。もちろん、博士課程に進む学生を支援する生徒とかもあるんですけども、全員がそういうのを受けられるわけでもなくて、もうこの先の不安っていうのが拭いきれないですね。お金をどうやって用意しようって、そういう不安を少しでもなくそうって思った時に、YouTube をやれば少しは気が紛れるというか、行動として表せばちょっとは気が紛れるんじゃないかなと頭に浮かんでですね。そして今収益化のために登録者1000人を目指してやっています。で、実はもうその博士課程に進む理由がもう一つあって、まあ、僕以外にも勉強はしたいけどお金がないから進学を諦めるっていう人は全国に結構いるんじゃないかなと思ってまして、まあ僕みたいに旧帝大くらいのレベルだったら結構学費免除とかそういう制度はあると思うんですけど、そんなに頭は良くないけど勉強はしたいっていう人も多分いるって、そうなってくると頭の良さで免除にするとか決めるっていうのはやっぱあるので、基準が厳しかったりするので、そういう人のために諦めてほしくなくてですね、日本では博士課程っていうのはお金をもらえないし研究室の犬になるみたいなイメージでネガティブなものなんですけども、アメリカとかはそんなことなくて、国が研究費いっぱいつぎ込んでるので、逆にお金をもらいながら、もちろん授業料は免除になりながら、しかも、僕、博士課程に行ってますって言ったら、あ、そうなんだ、君すごいね、みたいな。将来有望だね、みたいな。周りのイメージはすごいいいらしいんですよ。だから優秀な研究者は海外に流れていってしまって、日本の科学はどんどん他の国に遅れを取ってしまうっていう構造が今出来上がってるんですね。科学の進歩はそういった博士課程に進んで頑張って研究してる人がいるからっていうのを日本の皆さんに知ってもらいたくてっていう理由で YouTube をやって、僕の博士課程の現状、まあ僕はまだ博士課程ではないんですけども、を発信していければなって思いました。でもまだ始めたばっかりでね、全然影響力はないんですけども、昨日なんか登録者がようやく0から1になって、それで喜んでたぐらいなんですけども、まだまだ影響力はないんですが、大学院生の辛さ、まあ、頑張ってるんだよ、頑張ってるっていうのをまあ自慢するのはあれなんですけど、まあ、僕だけじゃなくて全国の大学院生は、ね、お金もらうことなく毎日平日何時間も研究して頑張ってるんだなっていうことを分かっていただければなと思います。まあ、それだけじゃね、大学院辛そうだし行きたくないって思っちゃうかもしれないんでね。大学院進学者が減ってしまうとやっぱ日本の科学も衰退しちゃうんで、まあ、研究の楽しさとかやりがいっていうのも伝えていきたいなと。まあ研究分野によっては違うんで、まあ僕の研究分野の話しかできないんですけども、そういうの伝えていきたいなと思ってます。長い一人言をここまで聞いてくれた方はありがとうございます。まあ、いいねと思った方はチャンネル登録ぜひお願いします。これからもこういった独り言を言うかもしれませんが、よろしくお願いします。今日は午前中に荷物届くので、午前中はこうやって動画撮ったり編集したりして、午後からは、まあ、土曜日なんですけどね、別に学校に行かなくても行かなくてもいいんですけども、緊急をしたいと思います。目めっちゃ腫れてますね。それでは
バイバイ。